こんばんは。ハウディです。マイキーです。アルタンです。3人でお届けする、今夜は爆発ナイト。イエーイ。イエーイ。まあ今日で2回目ということで、そうですね、まずちょっと喉も渇いたし、乾杯しましょう。これから入りますよね、はい、よいしょ。じゃあ、はい、乾杯。ありがとうございます。今日もファンが2人来てますね。寒い中マイキー、うん、おたけびが、おたけびが、嬉しいです。ではまずこの番組のですね、あの趣旨というか、ご紹介しますね。この番組は、さまざまなトークテーマを扱って、それに沿って、3人でわちゃわちゃ話しながらゲストを交えてトークしていくっていう感じになっています。今日もゲスト、今日からは今日ゲスト、1回目はゲストなかったので、今日からは、ね、今日から、ね、ゲストが初めてのゲスト、うん、お楽しみに、ね、女性みたいね、うん、後半お楽しみにしてください。もうね、それではどうしましょうか、今日は、うん、うちらは写真撮ってるからさ、はい、まあ、ちょっと写真絡みでちょっと話そうか、うんうん、マイティーのどうぞ、うん、いやいや、マイティーはやっぱり女優をしていて、うん、で時々写真のモデルもしてたりして、うん、それで、モデルさんとしてこう被写体として、うん、あのカメラの前に立つわけじゃないですか、はいはいはい、でそういう時はどういう気持ちでね、こう立ってるのかなって、そこをちょっと今日は聞きたいなと思ってまして、うん、聞きたい。なかなかほら、写す側はモデルさんの気持ちが 100% わからない時もあったりして、うん、ちょっと聞きたいな、ね、聞きたい聞きたい。じゃあ今日はそう、撮られる側と、うん、じゃあ後で撮る側の、ね、うん、気持ちみたいなのをテーマにやっていきましょうね、うん、で私はですね、なんだろう、うん、その写真を撮られる時に、うん、自分が演じてる時は、うん、なんだろう、よく綺麗に写真撮られてるんですけど、うん、なんかその私マイティとして撮る、例えばポートレートとかの時だと、うん、私の素の感じがもうブヤーって出ちゃうから、ブヤーって出ちゃう、どう出ちゃうから、なんかあんま可愛くなかったりするんです、うん、でも自分でしょ、そう、それは自分だから受け止めるしかないんですけど、なんだろう、演じてる時の自分が写真撮られてる時はすごいなんか気持ちいいですね。演じるって、それはカメラマンさんが例えば演じてとか言 うわけですか、それとも自分から演じちゃうんですか。自分からそのコンセプトに合ったものを演じて撮るみたいな。あの後藤さんの時もそうでしたよ、うん、ダメだよ。あら、え、何がダメだよ。ハウディって言わなきゃダメよ、ダメダメ、ハウディの時もそうでしたよ、うん、あ、そ、ちょっとじゃあ、そのどんな、うん、どんなテーマだったんですか。結局ね、あの彼女の3部作3回撮ったんですね、うん、写真展3回やって、最初はあの、まあ、トイレで、おっぱいトイレで、僕の有名な、うん、そこで撮って、まあ、ヌード、うん、で2回目がその歌舞伎町の外れにあるで、昭和感じかせ、なんていうか昭和っぽい、なんていうか刷り込み旅館かな、うん、そこで撮ったんですね、うん、それは12月の一人ねっていうテーマで撮って、で最近だと、まあこの前やった消されたって、うん、これはちょっとスタジオかな、カオススタジオで撮ったんですよね、うん、消されたっての時はどういうテーマで行きましたか、うん、まあ、消されたんだもん、テーマが消されたよ、はい、ただちょっとの違う感じのね、顔を隠してね、マスクして、ね、そうですね、不思議な感じで、ね、不思議な感じで、うん、ちょっと攻めた感じで、うん、そう、おっぱいは出てんだけど、うん、顔が隠れてるって感じでね、うん、その時も何か演じてたんですか、マイティは。それは演じてないでしょ。あ、その時は、いや、演じてましたね、うん、あ、そうなの、私自身は、うん、あの割とその女王様っぽい感じの、うん、あの意識で、あ、それ感じた、言われれば、あなんとなくそんな気がしたよ、うんうん、でその演じているマイティを撮るハウディはどんな気持ちで撮ってるんですか、うん、なんかこう女王様を撮ってる感じかな、そしたら
ジョーゼも撮ってあでもなんかね、うん、ハウディがリンゴとプチトマトを買って持ってきてて、うんうん、まあで使ったリンゴなんだけどね、うん、プチトマトはちっちゃすぎたんですか。そうちっちゃすぎて、ね、隠れきれなくてねまあそれはこっちよと言って隠したいところが隠れ見えちゃう見えちゃうと胸とか下とか見えちゃいましたそういう小道具としてね、うん、持ってきてくれて、でもすごい、ね、口に入れちゃえば口に入れちゃえばよかったんじゃないですか、うん、もうそれもねちっちゃいのは、うん、まあ今更ですけど、ね、今更ですけど僕はねこうマイティそれはねマイティのなんとかヌード3部作、うん、でも今後まあマイティはヌードも撮らない予定なんですけど、うん、僕的にね印象残ったのはやっぱり2部第2部で撮った第2作目で撮ったその釣り込み旅館で撮った写真なんですね。それは実は僕も登場してまして、うん、まあ、釣り込みですもんね、うん、それはそこに、まあまあまあ、釣り込み旅館ってわけじゃないんですけど、こういう昭和の雰囲気を出したくて、うん、会いたくて会いたくて会いたい人に会えないと、そういう切ない気持ちを一人悶々としてる写真で、うん、で僕もね登場したんですよ。で彼女のこう横にはこういう僕の写真があって、でも今の写真だと親子関係になっちゃうからまずいんで、30年か40年近く前の写真をねスタンドに置いて、で彼女がそれを見つめて会いたい気持ちで僕頼んだんですよ。実は彼女催眠術師のアシスタントやってましてね。はい、そうですね。それでじゃあ自己暗示自己催眠かけられるって言ったら大丈夫っていうか、じゃあここに写ってる僕の若い時の写真好きになってくれと、でまあ自分でねその気になって、でその時のね愛おしい、そのまああくまでもこれフィクションですけどね、あの愛おしい気持ちで見てる姿が僕写真撮りながらねじっと来ちゃってね、ああ演じてるけどなんか現実と空想が自分の中で一緒になってきちゃったって感じがあるね。うん、だ後藤さんがそうなっちゃったんです、うん、後藤さんがハウディがそうなっちゃったダメだよもうハウディがそうなっちゃったそうそうそうマイティがちゃんと自己暗示できた、できてたのかな。でもねそういう面で言うと、あの撮る側も自分がそれで撮る側の写真カメラマンであり、自分もそこにこういう写真として登場してるわけですよ。だから一緒にこう参加してるわけですよ、うん、そうするとやっぱりね同じ空気感で自分もねなんかすごくマイティのことが愛しくなったという感じがありますね、うん、まあこれがまあ撮影の時のエピソードですけどね、うん、なんかあるそういう自分あなたはそういうエピソードみたいなあるありますよ。何を笑って隠してんの。いや、ハウディがそのよく撮ってるおっぱいトイレ、うん、で、まあ、新橋にあるトイレですけれども、そこでハウディは割とこう正面というかね顔の見えてる方を割と撮ってますから、私はあえてそこは後ろ向きにモデルさんを立ってもらって、後ろ向きに立ってもらって、私はお尻の方を映してますけれども、でそうするとモデルさんの人たちは本来は前向きで撮ってもらいたいと多分思ってるんですね、気持ちとしては。私の顔を撮ってよ、私の胸を撮ってよみたいな。でなぜその素敵な私を後ろ向きにさせるのという、そのちょっとこうモヤモヤしたというか、そんな気持ちがね、なんとなく私は伝わってくるんですよ。でそれをあえて分かった上で後ろ向きにしてもらって、後ろ向きに立ってもらいながら写すんですね。でそういう時は多分その女性たちは本来こう前向きで映りたい、うん、だけども後ろ向きだ、うん、でなんとかもうじゃあその後ろ向きでちゃんと私を見せなきゃいけないということで、うん、もう気持ちがお尻に集中してくるわけですね、うん、でそこはこっちとしてはしっかりちゃんと狙うというように撮ってますね。ただお尻を撮りたいんだって言っちゃうと、うん、じゃあお尻ってことになるんですけど、そうじゃなくて本来女性そのモデルさんたちは前向きで写されたいんだけど、それはあえてこっちは逆で、そこは撮らない背中だよっていうところで気持ちを逆に集中してもらうというか、そういう風な手を使ってますね。でも前撮りたい時もあるでしょ、我慢する。ありますあります。だけど僕は我慢して絶対前は撮らないんです。だから我慢してるんです、ね、我慢してます、本当は撮りたい。僕両撮ってますけどね、前から撮って後ろからも撮ってますけどね、トイレの場合は、ね、だって私も新たにね、後ろから撮ってもらいましたけど、やっぱその前からじゃないから、なんだろう、どう撮られてるかっていうのもわからない、不安にならない、
なんだろう、私の場合は不安っていうか、あの後でどんな仕上がりになるかっていうワクワク感はあったんですよ、うん、まあ、ある女性が言うにはね、うん、どういうふうに捉えてるか不安でたまんなかったって人もいましたけどね、某女性は、うん、でもなんかその後々その仕上がったものと自分が撮られてた時のこう思い返すと、こう、あ、なるほどねってやっとそこで一致するんですよ、うん、そう、でそれがなんか逆に楽しいかなと思って、うん、私はそう、でなかなか自分ではいつも見てない、うん、その角度だったり、うん、シーンじゃないですか、お尻からお尻の方っていうのは、うん、だからね、あのさっきあのマイティが言ったそのワクワク感っていうのはね、あると思いますよ、うん、あと国村さんの、うん、あ、ごめんね、自分でまた言っちゃったけどね、あら、新たのこういうお尻の写真見てると、なんかお尻にもね、なんていうか人格があるっていうか、表情がありますよね、表情があるかなって気がするんだよね、うん、でその女の子たちもそのお尻の表情を、うん、じゃあ今日は出そうっていうところにこう攻めていくわけですよね、うん、ね、だからなんか お尻とコミュニケーションを取ろうっていう感じで私は思って、うん、お尻がお話しすればいいから、お尻が喋るような感じで、うん、私はこうコミュニケーション、私はだから私がお尻とコミュニケーションを取ってるわけなんですけど、だから本当アラタンが写真撮ってる時は、うん、あの正面の私が逆にお尻で、うん、お尻が顔みたいな感じの印象で、うん、あの撮られてましたね、撮られてましたね、私はそんなようなフランス映画もあったけどね、うん、逆になる、うん、あのお尻が顔で口の方がでこうお尻みたいな形で、うん、だからお尻かなんか見られるのは恥ずかしくないわけ、うん、顔だから、うん、ところが反対になってるからこう顔の方はね、もう恥ずかしいわけ、見られるのが、うん、そんな映画があったような気がしますけどね、うん、名前は忘れちゃったけど、ね、そうだから初めはもしかしたらちょっと恥ずかしいなって気持ちがある人もいるんですけども、うんうん、だんだん映してるうちに、うん、そのもうお尻しか私撮らないですから、うん、もうその人たちもみんなお尻の方で会話してくれるような気持ちになっていく、うん、だんだん、うん、でもね、全国みんなお尻でこう会話すると面白いよね、うん、面白いかもしれない、そういう挨拶があってもね、こんにちはってこうポンと言って、うん、今日はって感じでさ、うん、でおならでプップって合図しながらね、ダメですよ、お尻対お尻ですかお尻対顔じゃなくて、うん、お尻対お尻、お尻だったらお知り合いになるからいいんじゃないですか、うまいですね、うまいですね、2人は撮られたこととかないんですか？あ、それ大事なんですけどね、うん、私まず、うん、今年1年間ハウディを、うん、ずっと映そうと、うん、計画して、うん、今もうどんどん撮ってるんですよ、あ、撮られてんですよ、うん、っていうのは、ね、なかなかハウディは映す方ばっかりで、うん、そのモデルの気持ちがわからんと、わかりますよ、ほとんど分かってないと僕は思ってて、いやいや分かってますよでこれはいかんだとやっぱりね、モデルさんの気持ちも分かってくれないとダメかなと思って、うん、ちょっとねモデルとして私今ずっと撮り続けてるんですよ、ね、この前も撮られたんですけどね、僕撮るときは基本的にまあ相手に対してモデルポーズ撮るだと言ってるんですよ、うん、人には言ってるんですけど、モデルポーズ撮る、割とそのポーズを取ったモデルさんを写したくなくて、そう、ナチュラルな自然なこう仕草だったり、うん、その時の自然なこう動きだを写したいタイプ、うん、なんですが、ところが私がさあハウディ写真撮るよっつと、うん、すぐもうポーズを撮り始めた、いやいやポーズを撮るんじゃない、ポーズを撮るんじゃなくて、手がね緊張するわけ言ってることとやってることが違うじゃないですか、だってそれはだって撮る側と撮られる側違うからさでもねやっぱね緊張するんですよね、うん、なんか足がなんかこうなっちゃったりしてね、かっこよくピッて、うん、ここなってきてね、足がね、まず足がこうなってる、決めてるじゃないですか、でもモデルさんが足をこうやった時にはなんかおかしいななんて言ってるんですけどもね、うん、モデルさんにはね、でも自分はすぐやっぱりポーズ取っちゃうんですよ、うん、でもその面で言うとね、アラタンが言うように、まあ、カメラマンっていうのは、まあ、撮るばっかりじゃなくて撮られる気持ちもねやっぱり大切かなと思うし、うん、普通例えばは、まあ、マイキーとも三部作でまあいろいろね撮影したんだけど、うん、撮る側と撮られる側っていうのは同じ土俵なんですよね、うん、キャッチボールしなきゃいけないと思うんですよ、撮る側が偉いわけでもないし撮られる側も偉いわけじゃないし、共同作業ですよね、そうですね、でそういう面で言えばこう撮る側も撮られる側の気持ちを分かってほしいし、撮られる側もね、まあ、撮る側の気持ちを分かってほしい、そうするといい作品が生まれるんじゃないかなって気がするんですよね、まあ、昔から割と多くは例えばモデルさんがいて、うん、でモデルさんを
ちゃんと可愛く撮りましょう、綺麗に撮りましょうというモデルさんがメインになる、うん、だからカメラマンは ABC でいいわけですよ、うん、で誰が撮ってもとにかくモデルさんが可愛く写ってればいい写真がまずメイン、うん、あるいはカメラマンの方が今度はメインになった場合は、うん、その1写真家としての、うん、人がどうそのモデルさんを写したかっていう、今度はモデルさんが 100% じゃなくてどちらかというと 100% カメラマンの方の写真、うん、そうすると本来可愛いのに可愛く撮らないカメラマンさんっているわけですよ。あ、確かに、ね、あえてそうしてる人も、ね、あえてもしかしたらクールに撮るかもしれないし、うん、ちょっとこうなんて言うんでしょう、動物のように撮ったりとか、ちょっと全然、ね、変わった動物、クモなんか撮ったじゃないですか。そういう場合もある。だけども今アウディが言ったようなのはもうちょっと同じ土俵でっていうのはちょっと違うんですよね。まあでもそれはそれぞれの作品によってまた違うわけだから、うん、でもやっぱりこうお互いのキャッチボールがないと、うん、まあうまくいかないかなと。それはコミュニケーションですよね。そうそう、例えばこうまあそういうモデル撮影会かなんか行って、うん、みんなでね10人ぐらいで撮るのと、やっぱりそういうのは僕行ったことないし、まあ今後もまああんまりまあ行かないかもしれないんだけど、そういうんじゃない一対一っていうのはやっぱりそう本当にそこがね大切かなと思うし、うん、あとやっぱりそこにあるのはやっぱりお互いの信頼感。そうですね、うん、だって人間対人間で行ってるもんですから、うんうん、人間があの物を撮るんだったらね、うん、違うじゃないですか。まあでもいるんだ、物のように撮る人も。あ、まあだから物のようにね、うんうん、だからやっぱ写真撮る前にね、ある程度ちょっとなんだろう、コミュニケーションを撮ってからね、うん、撮ってもらいたいですね、うん、やっぱそのモデルさんとか、そうね、そういう人たちからしたら、うん、どうですか、なんかこう物のように扱われてちょったようなカメラマンいましたか？いない。あ、じゃあちょっとこっち向いて笑ってみたいな、いきなりそんな感じで。いや、あと無表情で撮る人もいるよね。どっちが？いや、あの撮る側が黙って。うん。一言も触れ言わないで。うん、まあ、まあでもそれは撮影スタイルだから、うん、まあ、なんだろうけどね。なんかその。こういうカメラマンさんのその知り合いのあれでってなったら、うん、そのやっぱ撮る前にコミュニケーションとかね、一、うん、人ご飯とかねしたりとか、うん、あとはどんな人かなってこと大事でしょ、うん、どんなカメラマンさんなのかなとか、うん、でも例えばそのなんだろう、あの成人式の前撮りとかの時って、うんうん、あのコミュニケーション取らないまま綺麗な姿でとりあえずね、はい、スタジオ入って撮ってもらうじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんだろう、うん、だってそれはマイティが例えばメインで、うん、マイティを綺麗にその時の、うん、あの表情で撮ってもらえばいいわけだから、うん、そこにあんまりコミュニケーションいらないでしょ。そう、まあ、そこは自分的かもしれないですね、うん、綺麗に撮ってくれるカメラマンさんがいればいいわけです、うん、でそれを、ハウディのようななんかそのトイレの中でしか撮らないようなカメラマンが来ちゃったら困っちゃうわけでしょ。まあだから僕なんかもね、まあ、今年ちょっとコロナウイルスの影響でちょっと仕事行っちゃったんですけど、去年は、うん、あの卒業式の前撮りで結構撮ったんですよ、うん、でもう30分でパパッと撮って、もう順番もボンボン撮ってた。その時はちょっと流れ作業的なんだけども、あのやっぱあの綺麗に撮れればいいかなと、うん、だからそこには、うん、あの相手もドラマを求めてるわけではないし、うん、でもその中にあるのは成人式とかあの卒業のまあ卒業の前撮りなんかこう記念ですよね、うん、まあ、記念で撮ってもらいたいっていうから、やっぱりあの相手の要望に合わせてこうそれなりにこうあの納得するようなね短い時間で撮ったりするんですよね。まあある意味ちょっとこう、うん、この前も言ったんですけど、写真は記録ってところもありますからね、ベースにあるのはね、うん、でも撮ってて面白くはないんですけどね、やっぱそれは言っちゃダメでしょ。それは言わないんだけど、今言っちゃったけどね、そういう去年ね、割と3月そういうのを集中して撮ってたら、なんかね、もう自分の写真撮りたくなっちゃったね。自分の作品撮りの写真を撮りたくなるわけ。あ、撮りたくなる。だってもうずっとこう流れ作業的にこうパンパンパンって撮ってくるわけじゃないですか、うん、まあそれはお金になるんですけど、うん、まあ、そうじゃない部分のなんか自分のなんかこうイメージの作品撮りがしたくなったなっていうのはありましたけどね。あ、なるほどね。でもあると生きていけるんでね、いろいろ大変なんですけどね、でもあ、んハウディ、今日はそろそろゲストが、あ、そうだ、もうそういう時間で、ゲストちょっと呼んで、はい、はい、じゃあ本日ゲスト紹介します、はい、武田のり子さんです、どうぞ、はい、どうぞどうぞ、こちらに失礼します、はい、
武田のり子さん、通称たけこです。たけこです。たけこです。よろしくお願いします。はい、今日ね来ていただいたのは、あの以前に出演した舞台のつながりでちょっとお声掛けしてもらって、うん、今日この番組に来ていただきました。で、軽くたけこからなんか自己紹介とか、ね、してもらってもいいですか？はい、緊張してます。たけこです。あと、今までずっと舞台を中心に活動してまして、と映像とかはなかったんですけれども、今回マイティからお声掛けいただいて映像にも初チャレンジです。はい、緊張してるの？緊張だってさ、舞台の方がさ、もっといっぱい見てるんだろ。いや、違うんですよ。違うの？違うんですよ。やっぱその演者からすると、あの演じてる時って自分じゃないんですよね。別の何かになって演じてるからそんなに緊張しないんですよ。そっか、じゃあ人がたくさんいようと。そう、いようと。はい、ただ、ね、でそのお二人で出てた舞台はどんなお芝居を？はあの結構なんだろう、エログロな感じの舞台で、まあ、そうだ、あのハウディとアラタンが見に来ていた、ね、あれ面白かったね、あの舞台ね。めちゃくちゃ面白かったよ。でその時も私とタケコ両方出ていたんですけど、どこのシーンに出てたの？私はそうですね、短編集で、あの時は6編お話があったんですけれども、その全部に実はちょこちょこと出させていただいてて、あとなんかそのやつのなんか、あのなんかビデオかなんかできたやつ、そのね社会があるとかってなんか書いてある。そうなんですよ。それに行きたいと思ってんだね。ぜひ、それもね、本当にね、ゆっくり見たいもんですよね。お世辞抜きでね、面白い世界だなと思ってね。まあ、マイティ出たのはまあ中世の魔女裁判とかそういう話いろいろあって、とにかく見応えがあって、でもなんかあれもね、すごい写真とか撮りたいですよね、あの世界観で。すごい良かったですね。いや本当ね、こう見て、いや久しぶりにね、こう、まあ、アレタンと一緒に行ったんだけど、帰りにねまた一緒に飲みながらね、いや、面白かったなって話をね、これねお世辞じゃなくて本当の話なんですよ。嬉しい、ね、でも本当来ていただいてよかった、いきなりマイティ登場したもんね、出だしでね。いきなり出てたかって感じでね。いきなりね、序盤そうでしたね、まあ、ちょっと脱いでね、でもそれは恥ずかしくないわけだよね、さっき言ったように ね舞台だとね、演じてるから、演じているので、いつでも演じてもらいたいもんで。あれでもタケコはその写真とか撮られてる時とかってどんな感じで、なんだろう、イメージして取り組んでたりしますかね？私実は写真を撮られるのがちょっと苦手でして、あらまあ、なんで？でなんかそのなんでしょう、あの自分の顔があまり好きじゃなくて。素敵だけどね、ありがとうございます。とってもチャーミングだし ね、だから今まではまだまだ演じてないんですよ、カメラの前で、カメラの前で、うちらの前で演じましょうよ。私たちがそれを撮りますよね、ちゃんと。じゃあまず舞台はトイレ、舞台がトイレみたいな、もう舞台はトイレ、撮りましょう。でか、僕の場合は顔がお尻みたいな。いや僕はだから前から後ろから両方撮るかもしれないけど、あ、そこまでこう行けばもうなっちゃうみたいな。でもね、例えばさ、舞台からが出てるとパンフレットかなんかでいろいろ撮るでしょ、アーティアーシャを、その時も気に入ってなかったんでしょ、ずっと緊張してない。そうです、すごく緊張しても怖がっちゃうので、それでやっぱりあまりいい表情が出せなかったりするんですけれども、最近ちょっとライティングの勉強会に被写体として、スタジオのね、モデルとして、モデルとしてちょっと参加させていただいて、で、いろんなカメラマンさんから同時に撮っていただいたんですけれども、なんかカメラマンさんのことを信用すれば自然といい表情って出せるんだな、まあ僕たちみたいなね、厳しいみたいな感じで言ってみたかったのよ。ライティングのほら照明もそのちょっとした角度だったりすることでまた表情も変わるじゃないですか。こちらのモデルさんの表情を自分で変えるんじゃなくて、あの光が表情を変えてくれるというかね、そういうのもあるじゃないですか。だからそういうのがぴったり合うた時にいい表情というかね、写真がいい、あ、いいですねという、まあ、光は大切ですよね。まあ僕なんかちょっと、まあ自然光で撮るケースが多いから外で、そうするとやっぱり光を読むってことが大切かなと思って、読む光の読むか、どこで撮ったらいいかと、
とこうこうしてうちに時間もだんだん迫ってきましたけど、もう一人呼びましょうか。あ、呼びましょうか。なんか出たがってる人が一師いますんで、うちらのスキル取ってる。わどうも一師でございます。ここの番組の裏方さんで、裏方さんでスチールを担当しております。今日もバシバシ撮った、ね、バシバシ撮った、ま、もうバッチリですね。じゃあ、最後になりましたからちょっと宣伝ちょっと、はい、あ、まあ、ちょっとなんかいいんだよ、なんか言いたいことをなんか持ってきて、なんか これちょっと出しましょうか。 いいんですか、ま、いきなり、うん、いきなりこっち行きましょう。じゃあ、じゃあいいよいいよ。いいよいいよ。すいません、あのちょっと直近の話で、うん、あの今月の25日発売のフラッシュ、こちらにですね、私もカメラマンなんでたくさんモデルをあのお友達がいまして、その中の一人吉山梨沙さんというね、うん、モデルさんがなんとグラビアを買ってそうですね。これなんか見れない、切り取ってないの、ね、切り取ってないんですよ。切り取りましょうよ。切り取らないですよね。いや、これは皆さんぜひ買ってくださいということで、そういうことですね。そういうことで、袋閉じですよね。またじゃあよろしくお願いいたします。今日もお疲れ様でした。いやいやいや、はい、次、はい、あ、私でいいですかね、うん、どうぞ。はい、4月4日の土曜日ですね、イベントありまして、私とあの月食怪奇岩でお世話になった先輩の女優さん、河合瑞恵さんとですね、2人で合同イベントをすることになりました。Me and My Time というですね名前で、催眠術と朗読会とお茶会が混ざったイベントになってます。参加します。あ、ありがとうございます。参加します。参加、はい、なんでもしね興味があったら気軽に催眠術も私がかけますので、かけられたいです。ぜひぜひ来てください。詳細はですね、私のツイッターの方で載っていますので、ツイッターでカタカナでマイティで検索していただけたら詳細が出るのでよろしくお願いします。これで検索できます。はい、お願いします。やーい、やーい。じゃあ最後ね、タケコから。はい、タケコ。私、あら、4月の2日から12日まで、こちら、ヘンリー・リー・ルーカスにまつわるっていう作品に、舞台なんですけれども、参加させていただきます。見に行きます。あ、ぜひ。あとはあの先ほど少しお話にも上がった昨年あの一緒にマイティと共演した、編集教短編集 4.5 の上演会 DVD ですね、それが3月30日にありますので、そちらも今予約受付してますので、よかったらぜひ、はい、ぜひぜひご覧ください。これ池袋ですね。そうです、こちらは池袋のシアター喝采というところで、ちょっと地図が見ず、あ、ここ見てもダメですね。こっちですね。よかったらあの武田のり子、武士の方の武田に法律の方ののり子で調べてもらえると、ね、はい、いろいろ詳細ツイッターに上げてるので、うん、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。あなたないの？ないです、ないです。あ、僕、まあ、あんまな、あの、今ね、こう、おっぱいトレで今、新作を撮ろうかなと思って、あの、出たい人。あ、募集ですよね。募集ですね。あ、まずはタケコでいいんだよ。タケコ出てよ。おっぱい足りますかね？いや、出してもない。おっぱい出しても出さなくていいんですよ。別に、あの、出してもいいし。あの、トイレがもうおっぱい出してるんだよ。あの、それはだから、自由視で。で私の場合はその周りにおっぱいがたくさんあるので、あえてそのモデルさんはその本人のおっぱいじゃなくてお尻の方で撮ろうかなと思った企画だったんです。だからまあそういうトイレっていうのはまあ個室で、まあ僕に言わせると変身願望の場だと思ってるんで、あの竹子さんの好きな衣装で、スポンポンでもいいですし、服着てもいいです。したらお任せします。まあぜひ3月ぐらいに、撮りたいもんですね。ぜひ。じゃあ、監督でね、マイクの人二人なしって分かんないって心配でしたら、じゃあこうやって人気話の、まあぜひ、ただよろしくと感じです。じゃあ今日はそんな感じで、じゃあまた最後だからまたちょっと来る。じゃあ、次はね、隔月でやってるんですよ。で、今度は5月かな、みんな持って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 今度は5月に会いましょう。はい、会いましょう。で、午後今日の番組は後日、ウェブアーカイブで見れますし、またなんて東急ケーブルテレビリスコムでも見ることができます。はい、じゃあ皆さん今日はありがとう。見てる人、バイバイ。またね。